6億89路温泉は、秋田県小坂町にある、の湯である。秋田県和ズ郡小坂町、野口西の、またで1974年に行われた、黒子調査のためにボーリングを行ったところ、地下320から350メートルの地点から温泉水の流出があった。屈作直後はバルブを止めて止水が行われていたが、1984年頃からのバルブ解放により、 温泉水の流出が再開された。その後、炭酸カルシウムの温泉沈殿物が形成され、はじめ現在では約1メートルの厚さで温泉沈殿物が堆積している。温泉湧出口から輪に酸化炭素が噴出しており、天然のジャグジーとも呼ばれている。無雪機には多くのマニアが集まってくるが、この場所はアブが多く、しかもアブは温泉から噴出する。 炭酸ガスに集まってくるため、アブに刺されないような時間や季節を選ぶ必要がある。湧出口からは、やや厚めの摂取44度の温泉水が湧き出しているため、温泉を枝分かれさせた複数の浴槽が掘られており、個人の好みに合わせた温度を選択できる。真冬の奥奥89路温泉温泉水中の、鉄の濃度は午後6時と低いものの、 温泉水と接触している部分には鉄を含む赤色沈殿物が観察できる。このためタオルを温泉水につけるとタオルが真っ赤になる。これは温泉水自体は透明であるが温泉水の中に鉄の微粒子が浮遊しているためである。堆積物は荒れ石が大部分で崩壊石が非常に少ないという顕著な特徴がある。オン・カルシウムイオン 485ppm ナトリウムイオ百 394ppm マグネシウムイオ 105ppm カゲイオン塩素イオン 821ppm 硫酸イオン 509ppm 炭酸水素イオン 713mg ラム L 有利二酸化炭素 701ppm 億億89老温泉は有名になり多くの観光客が訪れる しかし小坂町では、奥奥89路温泉の場所は、国有林内であり、法的な手続きを取った、本来の温泉施設ではないため、現状では、観光客の自己責任で利用する場所であると、位置づけている。観光施設ではないとして、施設も、現状のまま整備しないとしている。奥89路温泉小坂町には、この奥奥89路温泉の他に、 奥89路温泉、89路温泉、湯の谷温泉、濁川温泉などがあり微妙に泉質や温度が違っている。奥奥89路温泉が有名になり、多くの観光客が訪れるようになっているが、ゴミを放置する観光客の問題や、深夜に民家の近くにある89路温泉を訪れる、などのマナー問題が懸念されている。 奥奥八十九老温泉の近くにある奥八十九老温泉もの湯であり、炭酸ガスも奥奥八十九老温泉と同じく噴出しているが、やや温度が低い。奥奥八十九老温泉、奥八十九老温泉、八十九老温泉を合わせて八十九老温泉群とも言われている。二酸化炭素の深海底や地層へ圧入するための研究のため、 二酸化炭素が活発に噴出している億億八十九、老温泉が研究されている。ありがとうございます。